ニュースマグビです。藤井聡太四段の中学生らしからぬ達筆の秘密に迫りました。初の公式グッズで大使と記号した扇子が30分ほどで完売したことで話題となった藤井さん、棋士たちの間で字のうまさが気にされるようになったきっかけは羽生善治三冠にあるそうです。あるプロ棋士によると、羽生さんの扇子が発売された時、個性的な字という評価が集まった。羽生さんの影響力は大きく、その後字を気にする若手棋士が増えたとのことです。一気に支持率が急落した安倍内閣、しかし新聞によって下げた後の支持率に開きがあります。毎日は危険水域とされる 30% 台、朝日は 41% という数字なのに対し、読売と日経は政権安泰とされる5割近い支持率を保っている状態。この背景にマジックワードがあります。読売と日経の世論調査には、はっきりと答えない人にどちらかといえばと聞く重ね聞きする手法があります。それによって支持率が高めに出たようです。ロンドンのタワーマンションで発生した大規模火災、日本でも同じことが起きるのではないかと心配する人もいるのではないでしょうか。日本のタワマンは厳しい規制で延焼を防ぐ構造になっていますが、大地震などで火災発生後何時間も本格的な消火活動が行われなければ大きな火災へと発展する可能性もあるそう。住宅ジャーナリストの榊敦さんは、日本では成功者の住まいと見られているが世界では必ずしもそうではないと指摘しています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。